ファインダーツチャンネル。今回の動画は広島市にグランドオープンしたエレスさんの紹介です。雪の降る寒い夜でしたが、広島まで行ってきました。ビルの前の雰囲気はこういう感じです。お店の看板がここにありますので注意してみてくださいね。詳しい住所とかは概要欄に貼っておきます。後で確認しておいてください。お店のビルの雰囲気、お店は7階です。エレベーターから降りればすごい花です。オーナーの花さんの人柄でしょうか。感染対策もしっかりされているようですね。はい、こちらにも花があります。中に入るとすごいのし紙です。本当に壁一面のし紙だらけで、下が、まあパッと見た感じがいいですね。はいはい、インスタ映えする壁紙ですね。オーナーの原さんにはちょっと似合わんですけどね、本人曰くハワイで見ていいなと思ってパクった言うてましたよ。うわ、またモデルが悪い、腹出とるっちゅうね。はい、モデルが悪いですけどね、せっかく店に来たらここで写真撮って帰りたいですね。そしてライブ2が3台ですね。壁に安食健一プロ、ジョニーと浅田誠吾プロのユニフォームが飾ってあります。両レジェンドっていう感じですね。パーフェクトとジャパンのレジェンドですね。はい、テーブルです。このテーブルの椅子の色も、あ、オーナーの原さんです。はい、お邪魔します。これも写しておきましょう。私が送らせていただいたお祝いの花です。はい、先ほども触れたんですが、椅子の色が全部オレンジなんです。これはエルメスオレンジって言ってましたかね。とっても綺麗な色でした。原さん曰く本当はティファニーブルーにしたかったと言ってました。でもエルメスで良かったんじゃないでしょうかね。とってもいい感じに仕上がってますからね。お店のスタッフさんです。はい、看板娘です。はい、全国に流しておきますね。はい、全国の皆さん来たら可愛がってあげてくださいね。はいよ、原さんがオープンしてからまだ誰も宣伝出していないというので、大城が挑戦することになりました。宣伝出すって本当に出せるんですかね。何がちゃーや、カメラのせいにすな。このスタッフの彼女さん、ダーツ始めて1週間らしいです。
1週間にしたらお上手ですね。それに引き換え星野選手は何がやって1本しか入って、あと19回もチャレンジできるか。チャンピオンなら1回で1000点出してください。あれどこ言うて、何年だと投げとんねんお前は。人間だったんですね彼も。さあ今度はハットですかね。やっぱしとんや。まだ一回もハット出してません。先手行くんでしょうかね。また外した。あ、一本で何がやばいね。こっちが言いたいわ。もう一回ダメです。一回で出してください先手は。1週間にした上手ですね。それに引き換えこやつは出た。ハット1回出して喜んでるようでは。原さんが言うように本当にチャンピオンですか。なんかカメラにイチャモンつけてますけどね。入らないのはカメラのせいだと。お店の音楽があるのでカメラでの音声はかなりちっちゃくしてますんで。点数見にくいですけど700点か800点やったですよ。何が4ラウンドや。もう次最終ラウンドやろ。ほら
865。情けないプロですね。もう一回やろう、もう一回やろう。原さん、次も先手出ませんよ。きっと出ないと思います。全集中で投げてもね。次先手出ても1回目の動画しか使えませんから。なんぼ書き込みしても無視します。長いので途中はカットして最後だけお送りします。はい、最終ラウンドです。836、1本目はブルです。さあ2本目、どうなる。3です。3、1点足らん。1点、60入れても1点足らん。何がやったんや。最後60は入りましたけどね。999、ほんまにちょっと足らんやっちゃな。結果原さんの新しいお店で1000点出すことできませんでした。アホですね。敵いらずんで。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ遊びに行ってみてください。ワインダーツチャンネル、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。